子供。子供とは次のような意味で使われている言葉である。考え方によっては、胎児もしている生命として、子供に含める場合もある。また、親子やとの相対的関係を表したり、子族、民族、または宗教内での関係を示す場合にも使われる。何らかの概念との関係を示すためにも使われ、自然児や、 1960年代の子供のように特の、時や場所、または、環境等の状況を受けている人の集団を指して、用いられることもある。資料や行動などが幼く足りないもののことも指して、使われる用語もあり、幼稚さや容量、主体性の無差を表す言葉として、子供っぽい、子供らしい、子供の使い等の慣用具もある。なお、 子供という単語は人間以外の動物にも使われたり、生物に限らない大きいものと小さいものが組になっている状態を指して、子持ちという表現にも使われる。子供という言葉は自分が儲けた子も指している。孔子園第5版では子供の解説の第一にその意味を挙げている。第2線も息子や娘を挙げている。書簡において、 子供は謙譲語として用いられる。相手方を示すためには、ミコ様などの尊敬語が使われる。国際連合の児童の権利に関する条約では、子供をと定めている。この条約は、加盟194カ国中192カ国で批准されている。英語の用法では、胎児も子供の範疇に含める場合がある。しかし本来、子とその発達段階は、 明確に区分できない全身的なものであり、その概念は歴史的に構築され、また社会や文化の違いが反映される。法律で大人と子供を定める際には、個人の成熟度合いを考慮していては、法的安定性が損なわれるため一律の線引きを置く必要に迫られる。そのため、各法律の目的に沿って様々な用語を使いながら、子供に対する個別の定義を行っている。 日本では、1896年、明治29年制定の民法によって、20歳からを、成年と定めており、第4条、非選挙権など一部の権利を除いて、飲酒、未成年者飲酒禁止法第1条、喫煙、未成年者喫煙禁止法1条などを含む、成人の権利が与えられる。国立国会図書館の調査によると、世界186カ国中、 成人となる年齢を18歳としている国は162に上る。これには日本を除く主要国首脳会議対象国すべてが当てはまる。ただし18歳成人は欧米諸国では1960から70年代に起こった若年層の活発な社会行動を反映して引き下げられたものでイギリスでは1968年に定められた。一方、 アジアやアフリカの開発途上国では、事情が異なり、早いうちに負わせられる、徴兵の義務に対応して、選挙等の権利を与えるために成人年齢が設定されたとの意見もある。労働という観点から、国際労働機関、ILO は、ILO138 号条約にて、就業最低年齢を、その労働内容に応じて3種類設定している。最低の年齢は、 義務教育が終了する年齢とし、基本的には15歳と置くが、発展途上国では14歳とすることもできる。その一方で敬意な労働はもっと若い13歳、発展途上国では12歳を最低年齢とする。逆に、危険な労働への就業年齢は18歳、または適切な職業訓練を条件に16歳とする。なお、家庭内の農業や手伝い、アルバイトなどは、 対象外とする。何かしらの儀礼をもって、子供と大人を区分けする習慣があり、これらは、イニシエーション、通過儀礼の一つに挙げられる。多くは、試練や、苦行、また身なりの変更などであった。日本では原服もこれらの一つに相当したが、現在社会では、廃れてしまっている。河合駿は、イニシエーションの欠如が問題になっていると述べ、 ピーター・パン・シンドロームや心理社会的モラリアム、発生の一因とも考えられている。古代ギリシア時代のアレクサンドリアのフィロンが表した、世界の創造の中には、エレジーの形式で書かれた、ソロンの子供感を載せた部分がある。これは、人の一生を七年刻みの段階で表した。男子の場合、身体が成熟する時期は、第4の七年、22から28歳。 精神が成熟する時期は、第六の七年、三十一から四十二歳であり、これに満たない年齢は、青年とはみなしていない。フィロンは、同じ七年刻みによるヒッポクラテスの見解も、再録しており、七歳以下は、小2、バイアルファイオタデルタイオタニュー、十四歳までは子供、バイアルファイオタ、二十一歳までは、少年、ミュウイプシロンイオタローアルファーカッパイオタニュー、十八歳。 までを、若者、ニューイプシロンアルファーニューイオタシグマカッパと呼んだ。ただし、当時の子供を指す用語は、パイアルファーイオタとタウイプシロンカッパニューニューの二つが主流であったと考えられる。パイアルファーイオタは、子供以外にも、奴隷や同性愛者たちなど、他の概念も指す広い用語で、その意味は、インドヨーロッパ語形の、小さい、重要ではないが語源である。 タウイープシロンカッパニューニューは、ウムのタウイオタカッパタウオメガから派生した単語である。例外はあるが、バイアルファーイオタは、子供と父親のタウイープシロンカッパニューニューは、子供と母親の関係をもとに作られた言葉と考えられる。そして概念的には、男子の場合は、デモス、人民登録以前、女子の場合は、結婚前を子供と考えることが一般的だった。 プラトンやアリストテレスは、この7年段階での成熟を基礎に、子供が大人になる時期を考察した。プラトンの法律や政治学では、結婚可能となる年齢を男性では30から35歳、女性は16から20歳に、法律で定めるべきと論じられている。その根拠には、それぞれの性においてこの年齢時から、生殖能力が充実するためであり、また、男子の場合は、 父親が生殖限界となる70歳を迎え、相続に適するタイミングになる点を挙げた。アリストテレスは、動物史にて、人間の成長7年刻みの説で人間の成長段階を表し、大人とは、アテネの500人評議会、ベータウプシロンラムダイータに名を連ねて公職に就く、資格を持つ者を指し、それ以前の段階では、想定上のまたは、見習い市民に過ぎないと述べた。 そして、ニコマコス倫理学の中で、子供と動物は、自発的行動を取ることは可能だが、節度に書き、選択を行使することはできず、欲望や劇場に左右される。そのため、理性を持つ者に監視されなければならないと言った。フランスの歴史学者、フィリップ・アリエスが著書、子供の誕生で述べたところによると、ヨーロッパでは、中世に至るまで、子供という概念は存在しなかったという。 年少時の死亡率が高い社会だったので、生まれ出ただけでは、家族の一員とみなされなかった。やがてある程度の成長を遂げると、今度は、土手や奉公など労働に勤しむようになり、小さな大人として扱われる。そのため、服装や娯楽等において成長した大人と区別されることはなく、制度徳に関しても何らかの配慮がされることもなかった。ただし、13世紀イギリスでは、 宗教及び法律の観点から大人とは異なる子供の概念があったという主張もある。日本では子供は親の所有物という感覚が強かった。子供は家を継ぐことが当たり前であり、親に絶対服従しなければならなかった。農村など貧しい家では貧困に見舞われると身売りや方向に出されたり、捨て子や間引きが行われたりした。 ジャンイコール・ジャックルソーは1762年の著書、エミールで展開した、消極教育論において、子供を小さな大人と扱うことの碑を解いた。彼は、誕生してから12歳になるまでの期間は、子供時代という能力と期間が内部的に発展する段階であると述べ、多く施される発展した能力や期間を利用する、方法を教える教育、人間の教育は効果であり、 能力と期間を伸ばし完成させる、教育、自然の教育を行わなければならないと主張した。青年ではないものとしての子供という概念は、中世において男子に限り発生したが、女子については形成されなかった。幼児と青年の間としての子供感は、近世になってから確立された。16から17世紀頃から現れる、家族意識の中で、家庭内などにおいて幼児は、 その愛らしさから可愛がられる対象という視線が醸成された。また社会的にも、聖職者やモラリストらによる理性的な習俗を実現させようとするグループから、子供に対する配慮が生まれた。これらが18世紀頃には結びついて、社会は子供を小さな大人という見方から、寄護し、愛情を傾け、学校による教育を施してやらなければならない。 存在という風うに認識が形成された。この変貌は絵画の変遷を覆うことで確認できる。16世紀、子供たちのイメージにはっきりした幼い見かけが現れ始める。17世紀後半からは遊戯を楽しむ姿が描かれるようになる。玩具や児童文学が発展を見せたのもこの頃である。アリエスは同書にて、 子供に教育を施す主体の変化にも触れている。中世まで子供は家庭から出されるか、家庭内でも労働を課せられ、見習い修行の中で一人前に成長した。それは家族が共同体の一部という性格を強く持っていたためで、あり、実の親子関係を醸成するような環境ではなかった。これが近世になると仕事、社交、私生活の分離が進み、 一つの家屋の中で家族のみが生活をするようになる。ここでは共同体よりも家族という単位が重視され、その中で子供が占める位置が高まりを見せた。また、裕福な階層の指定のために学校が作られると、共に教師と生徒という区分がそのまま大人と子供の分離となった。学校は社会生活に必要な教育を施す通過点となり、 学校を出れば大人、それまでは子供という区切りをつけるものになった。子供に向けられる社会的態度は世界中の文化圏によって違いがあり、また時代によっても異なる。1988年にヨーロッパ諸国を対象に行われた調査では、イタリアは子供中心の傾向が強く、オランダでは弱い。オーストリア、イギリス、アイルランド、西ドイツなど他の国々は、 中間的な位置を占めた。一般に遊びとは気晴らしであったり、非生産的と捉えがちだが、これはあくまで大人の遊びに対するものであり、子供にとって遊びとは生活の中心にあり、特に幼児期には生活のすべてが遊びと言える。そして子供は遊びを通じて様々なことを学ぶ。1959年の児童権利宣言第7条には、 児童は遊びを呼びレクリエーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。と、子供にとって遊びが大切な要素であることを謳っている。ヨハンホイジンガは遊びを自発的な行為、活動であり、規則を受け入れ従う中で緊張や喜びを感じつつ行う行為と定めた。子供は遊びの中で規則を破って遊びそのものが破綻させないよう自主。 自律的に学習を重ねる。大人を模倣するようなごっこ遊びは、社会生活への興味を喚起し、態度や性格を形成するとともに、演劇的性質を芸術的創造へ発展させることもできるとも論じられる。すべての子供は成長、発達に伴い社交性を身につける。幼児やとても小さな子供は、一人遊びでも満足する。このような子供が他者との関わり合いを持つ。 最初の相手は養育者であり、多くの場合それは母親である。もしそこに他の子供がいたら、ぶつかり合ったり排除しようとすることもあり得る。しかしやがて一緒に遊ぶようになり、共有や交流の中に楽しさを見出す。そして遊び相手も三人、四人と増え、仲間という集団を形成するようになる。子供に兄や姉がいる場合、彼らが初期の仲間関係を作る相手となる。 この兄弟姉妹関係は、社会生活を通じて直面する競争や共同を経験する重要な役割を担う人間関係である。幼稚園に入園する頃には、子供たちは仲間の輪に加わり、集団での経験を楽しめるようになる。ここで、子供は修学前教育を受け、様々な遊びを通して理解力や思考、創造力、または問題解決力だけでなく、表現力や、 社会性、協調性も身につける。多くの国で一定の年齢に達した子供には義務教育が施される。ここでは国家や社会の一員として必要最低限の言語、文化、規範を教わり、また個性、能力や人格形成の情勢を促す。日本では学校教育法によって義務教育期間を満6歳から15歳としており、 モザンビークやモンゴルのような例外もあるが、その他多くの国でも6歳前後から9から10年間の教育制度を設定している。注意欠陥、多動性障害、ADHD や学習障害にある子どもたちには社会技能を身につけるための訓練を行うために特別な支援が求められる場合がある。ADHD の子供は良好な友人関係を築きにくい可能性がある。 注意欠陥の子供は周囲に存在する社交のきっかけをつかみにくく経験を通した社会技能習得に難点を抱えている可能性がある人間が結婚や投票など社会的な約束時に対して責任を負うことができるようになると受け取られる年齢は時代とともに変化し現在では法律が制定する問題となっている古代ローマでは 子供厚みを犯しても責任がないとみなされ、後に、キリスト教会も、この位置づけを取り入れた。19世紀に入ると、犯罪に対する責任を持たない年齢は7歳未満と、みなされ、7歳以上の人間は、自分の行動に責任を負わされるようになった。つまり、7歳以上の人間が告発されれば、大人と同じ刑務所に送られ、鞭打ちや落印、そして、公主刑などの刑罰が、 大人と何ら変わりく執行された。現在では、カナダやアメリカなど多くの国で、刑事責任を負う年齢は12歳以上とされるが、罪に問われた際には成人とは別の、少年収容施設に収容することとしている例が多い。ある調査によると、世界中の少なくとも25の国で、義務教育を受ける子供の年齢を定めていない。そして、雇用や、 結婚の最低年齢もまちまちである。少なくとも125の国では75歳の子供でも犯罪行為に対して裁判や習慣を受けさせるようになっている。いくつかの国では14、15歳まで就学するよう法律で定められているがもっと若い時期から就労は認められている。子供の教育を受ける権利を脅かす者は奏婚や児童労働または監禁などである。 1600年代のイギリスでは、2、3の子供は4歳未満で死去していたため、平均寿命は35歳前後にとどまっていた。これが劇的に改善され子供の生存率が伸びたのは産業革命期である。人工健康専門会委員会、ポピュレーションヘルスエクスパーツによると、1990年代に比べ乳幼児死亡率は急速に低下している。 20年前と比較すると、アメリカでは5歳未満の子供の死亡者数が42パーミルまで下った。セルビアやマレーシアも死亡者数を70パーミルまで減少させた。自動労働が社会問題化され始めたのは、イギリスに始まる18から19世紀の産業革命期であった。未熟練労働者として低賃金で雇われ、粗末な住環境に置かれながら、 工場での長時間労働を強いられた子たちの様子は、フリードリヒエンゲルスの、イギリスにおける労働者階級の状態で触れられ、チャールズ・ディケンズの小説などでも描かれる。カール・マルクスも、資本論の中で、4歳の工場労働者の存在に、触れた。イギリスでは1833年に、工場法が制定され、子供の労働に政権が加えられたが、就労年齢9歳以上。 労働は1日12時間以下というゆるさだった。また、体の小ささから危険で、健康被害も懸念される、煙突掃除のような過酷な労働にも刺激された。天気は、1870年に施行された、小学教育令であり、13歳以下の子供を対象に義務教育が制定されたことに始まる。これはすぐに成果を上げたわけではなかったが、生産性向上と、 相まって20世紀前半には子供を搾取されがちな工場労働から近代的な教育を施す学校へ移す役割を果たした。日本で子供が工場労働を担うようになったのは明治時代の富国強兵や植産工業の下、製紙、織物業などを中心とした工業化が広がり始まった。その中で子供も一般的に雇われたが、 労働環境は大人よりも劣悪で、また不況時には解雇されるなど便利使いされていた。農公務省がまとめた1903年、明治36年の職工事情第一巻には、単純作業の長時間労働が時に徹夜にまでいたり、ろくな休憩もなく粉人まみれになって働き続ける様子が報告された。横山玄之介は大阪の工場を見て回った記録を残したが、 それによると15歳以下の少女が、宝石分野で多く使われ、中には7.8歳の子供もいたという。すでに1872年、明治5年の学生はあったが、彼女らは満足な教育を受けていなかった。1916年、大正5年に、工場法が施行されたが、依然として長い就労制限時間や小規模事業所が適用除外になるなど十分なものではなかった。 20世紀に入ると世界恐慌に橋を発した不況と社会不安が子供にも襲いかかり、親子心中、児童虐待や小殺し、児童労働環境の悪化や少年犯罪の増加が問題化した。また、入児死亡率の高さや国際的な児童の公的保護の機運が高まったこともあり、1926年から全国児童保護事業会議が開催されて児童保護に向けた。 法整備が話し合われ、児童虐待防止法や、核扶条法、託児所関連の法律、また不修学対応など児童保護法の成立につながった。国際労働機関、ILO が発表した2000年の統計によると、世界で児童労働をしている子供は2億4600万人、うち15歳未満は1億8600万人であった。ILO が、 第182号条約で定める人身取引、債務奴隷、強制された少年兵、強制労働、売春、児童ポルノ、麻薬関連等の不正活動、路上で働くストリートチルドレンなど無条件に最悪の労働に従事る子供は840万人に上る。このかにも家事用人に従事する子供の中には統計に現れにくい虐待や強制労働、または 自動性的虐待があるものと考えられている。キャロル・コープは子供は35秒で騙されると述べた。子供は一般に資料や判断力が成熟しておらず、感受性の強さから外的な刺激に対する抵抗力が身についていない。この特性が少年兵を生む要因になっている。集めやすい上、子供は教育や訓練に従順で、 特定の思想を植え付けやすい。そのため、少年兵は一般兵よりも命令に忠実で残忍にもなる。地雷排除のために子供を歩かせた例もあった。また、武器の軽量化や敵に警戒心を抱かせにくい点を利用し、自爆テロのような使い捨てに利用される例も多い。子供の権利条約や様々な国際条約では、子供の徴兵を禁じているが、 貧困や共同体崩壊等の理由もあり、地域紛争や内戦が多発する状態では、実効性に乏しいのが現状である。教育、法律、行政文書などの世界では、子供という表記を避けて、子供という表記を用いることが多い。一方で、文部科学省では2013年、平成25年5月に、省内で多用されてきた子供の表記の経緯について調査。 表記についての内記が存在しないことを確認した上で、省内で表記を統一するようにとの文部科学大臣、下村博文の指示により、6月下旬から文部科学省の公用文に用いられる表記を子供に統一した。小中学校の国語の教科書では、学年や出版社によって子供、子供両方の表記が見られる。子は小学校1年生で、 友は小学校6年生でそれぞれ読みを学ぶ漢字であり、小学校の5年生までは混ぜ書きの子供表記である。しかし、中学3年生の前者の検定教科書に収録されている路人の故郷では、学校図書、教育出版、三村図書が子供としているのに対して、東京書籍と三成堂は子供と表記している。北海道教育大学で学生、 114名と小中高校等の教師48名を対象に行われた調査によると小中高等学校の指導で最も適切なものを選ばせる質問では子ども・子ども両方良いのうちで子どもを選んだものが一番多く学生では約72%教師では約77%であった教員採用試験の参考書でも かつての文部科学省の表記を根拠に、子供表記を推奨しているものがある。なお、当てじないしは、ご表記として、子供や、子供も見られる。北海道教育大学教授の清野隆氏は、子供という表記が利用される理由として、などを挙げている。ここでは、注釈、客注内で提示されている、出典を示しています。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。